10月15日土曜日、箱根駅伝予選会が行われますので、注目校を紹介しております。今回紹介する大学は、55年ぶりの奇跡を起こせるか、立教大学です。立教大学は、昨年度16位ということで、惜しくも涙を飲んだ大学ですけれども、一昨年、一昨年は28位ということで、大きくジャンプアップ、飛躍した大学1年となったと思います。今回は狙うはね、55年ぶりの箱根駅伝出場ということですけれども、まず監督はですね、上野先生、上野雄一郎先生です。大学は中央大学出身で、箱根駅伝3区で区間賞の経験もあるランナー。そして、卒業後は SB 食品 DNA でね、競技を続けておりました。世界陸上にも出場された上野雄一郎先生はね、もう、日本の長距離界トップランナーの一人でもあります。高校は佐久長聖高校出身。高校時代もインターハイや高校駅伝で大活躍された上野先生が今率いる立教大学にね、注目していきたいなというふうに思います。まずですね、昨年のレース展開を振り返りますと、5キロの通過、上位10人がトップ通過だったんですよね。明治大学や中央大学、名門校がずらりと並ぶ上位グループの中で、なんと立教大学が5キロ通過、トップ通過ということで、非常に盛り上げましたよね。10キロ通過も徐々にポジションを落としたものの、6位通過と、もう見てるファンの方々、見てる視聴者の方々、鳥肌が立ったんじゃないかなというふうに思います。まあその後はね、ちょっとずつ順位を落としてしまいまして、通過ラインからは遅れてしまったんですけれども、間違いなく昨年のね、箱根駅伝予選会、前半を盛り上げた大学なのかなというふうに思います。そして上野監督もね、スピードランナーですし、割とオーバーペースの、走ることが多いような、そんな選手ですけれども、やはりね、上野先生の魂を引き継いでるというか、まあ、思い切っていったところで、プラスだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、それぐらいね、気持ちを込めて戦っていた。まあ、前半からね、攻めないと箱根はないぞ。っていうところをね、見せてくれたんじゃないかなと思います。昨年の予選会ね、非常に興奮しましたし、感動しましたよね。今年は、でもね、前半だけ盛り上げるのではなくて、トータルで盛り上げてほしい。10番までに入っていただきたいな、なんていうふうに思います。それではね、続きまして、選手の方を紹介していきたいなと思います。選手に関しては、3名、注目ランナーを紹介してまいります。1人目は、4年生、キャプテンの金城海選手。資格記録は1万メートル30分36秒95というタイム。唯一の4年生でのエントリー。この4年生の世代というのは、上野監督の世代ではないんですよね。非強化世代なんですよ。次の年から上野先生がやってくるということを大学1年生の途中に知らされているということで、まあ本来であれば箱根駅伝を目指す予定ではなかったかもしれない選手なんですよね。そして次の年から上野先生がやってきて、環境も変わって、強化世代、ね、1個下の世代がね、非常に力のある選手がたくさん入ってきましたから、まあ戸惑いもあったと思います。ただそんな中ですね、4年間ずっと継続してきた、やりきったというところで、金城選手のね、集大成が見れるんじゃないかなというふうに思います。まあ30分36秒95というタイムは、このチーム内でもね、後ろから数えた方が早いタイムなんですよね。ということで実際走れるかどうかまだわかりませんけれども、まあ4年生、しっかりベテラン、そして最上級生、最後までね、チームを盛り立ててあげてほしいなと、盛り上げてほしいなと思いますし、そして自分にとってもね、集大成となるレースとなると思いますから、最後に悔いのないね、箱根駅伝の予選会にしていただきたい、そんな風に思います。続きまして3年生の中山凛斗選手、資格記録は1万メートル29分27秒34というタイムを持っております。中山選手は大学1年生の時に、関東学生連合で箱根駅伝の往路4区を出場されまして経験されました。熊本県の名門九州学院高校出身で、高校時代は宮古寺、全国高校駅でも2回走ってます。2年生3年生の時に走ってる。インターハイにも高校2年生3年生の時に出場してるということで、もう超エリートランナーですよね。そんな中山選手が、上野監督第1期生、強化指定選手、1年目の選手として、立教大学にやってまいりました。5000メートル、1万メートル、トラックの方でも大学入ってから高校時代の記録をね、塗り替えているということで、非常に充実しているのかなと思いますし、まあ経験豊富、全国大会、大舞台でも力を出し切れる中山選手がね、チームを引っ張っていくんじゃないかなというふうに思います。
箱根駅伝の予選会は2年連続ハーフマラソン63分台前半でまとめておりまして、非常に力がありますし、まあ、今回もねタイムを稼ぐ選手になっていただかなければならないのかなというふうに思います。いかに中山選手がチームを引っ張れるか、こちらがね大切なのかなというふうに思います。ただ今シーズン、トラックシーズンはやや元気がないというかね、タイムがね伸びてきてない感じがするんですよね。だからそういった不安という部分を夏合宿でどれだけ払拭してきてるか、夏合宿どれだけ走り込めてくるかっていうところが鍵なのかなと思いますが、箱根駅伝の予選会はね、先ほど申した通り2年連続で結果を残しておりますから、相性のいいコース、相性のいい大会だと思います。中山選手のねチームを引っ張る走り、ハーフマラソンに注目です。続きまして、3年生の関口健太選手、資格記録は28分40秒35ということで、資格記録はチームトップの記録を持っている関口選手。こちらの記録は昨年のマーチ対抗戦で樹立した記録ということで、マーチ対抗戦はね、青山学院大学や明治大学がねきっちり結果を残したレース、そんな中ね一人で果敢に攻めていってしっかり戦った、そんな関口選手、今シーズンも絶好調で 5000m は14分1桁を連発しているということで、まだ13分台には届きませんが、安定感は抜群の関口選手ね、やっぱり箱根駅伝の予選会というと攻める姿勢も大切ですけれども、安定感も大切ですから、関口選手しっかりまとめた走りをしていただきたいなと思います。昨年の箱根駅伝予選会は64分10秒ということで、まあ、あの63分台前半はねしっかり出していただきたいなというふうに思います。関口選手がどれだけ稼げるかというところにも注目したいなと思いますし、あとはですね、毎年のように立教大学は箱根駅伝関東学生連合で出場しているんですよね。そういった意味も込みまして、関口選手まだ1回もね、箱根駅伝走れてないので、まあ、権利はあるということで、チームトップ並びに、個人記録もねぜひ狙っていただきたいなというふうに思います。関口選手はどんな走りを見せるか注目です。ということで、今回の動画は10月15日土曜日箱根駅伝予選会が行われますが、まあ、あの55年ぶりの奇跡をね起こしてほしい立教大学を紹介させていただきましたけれども、まあ、立教大学正直言うとね結構厳しいというふうに私は見ております。それはやっぱり、まあ、エース級の選手もいて、1万メートル28分台の選手も、まあ、複数人いる。そして29分台の選手もねずらりと並べてきましたけれども、やはりねボーダーライン上の大学というのは留学生がねいるんですよ。で、留学生がいるメリットとしては、まあ、留学生がね貯金を作ることももちろんですけれども、例えばですけれども留学生がいることによって日本人選手が一人外れてしまう、まあ、チーム内でもそうですよね。ただ10番手の選手が外れて、まあ、タイムでですよ、タイムで外れる。で、9番手の選手が10番手としてタイムをね換算することができるということで、まあ、あの本当にトップランナーを1人連れてくる、プラス10人目の選手、ボーダーライン上の選手が1人外れて留学生ケニア人選手が走れるということで、まあそういった意味でプラスプラスで行ってしまうということでね、まあ、あのタイム差という部分で大きく現れるんじゃないかなと思います。立教大学留学生いないですからね、ちょっと苦しい展開にはなるんじゃないかなと思いますが、ただですね、おととし28位、昨年16位ということで、大きくジャンプアップした成長を見せている大学ですからね、日本人選手だけでも、ボーダーライン上でしっかり食い込んでくるんじゃないかなと、そういう目で見たいなというふうに思います。以上、